明日に輝くニューパワー、俺たちトリニティドラゴン。トコハちゃん、俺たちはずっと見てたぜ。少林の情熱、そう、諦めない心、それそれ、あなたは誰よりも輝いていました。涙は君に似合わない。別に泣いてないし。泣き顔なんかぶっ飛ばせ。こんな時こそチームの結束です。おい、さあさあ、エンジンを組んで。あら、あら、一人足りない。シオンはファイト前には一人で集中したいんだってさ。せめて相手のファイトスタイルだけでも分かれば。付け焼き場だな。時間があれば有力選手のチェックぐらいできていたはず。試合開始時刻10分前です。ファイターは指定会場へ戻ってください。どんな相手でも勝つ、それだけだ。すいません。すみません、本当に。クリーニング代お支払いします。いいさ、安物だ。でもこれからはもう少し前をよく見て歩きなよ。はい。冗談だよ。ファイトのことを考えてたんだろ、キバシオン君。気づいてたんですか。それはお互い様だろ。試合の前って緊張するよな。君みたいに小さい頃からフェンシングなんかやっててもやっぱりそう。ヴァンガードとフェンシングの両立なんて大変だな。俺なんかヴァンガードだけで手一杯だからさ。いえ、しかも強い。特に青天の騎士アルトマイル、あれはいいな。仲間と共にパワーアップして突き進む、まさに君の分身って感じだ。騎馬一族の御曹司と戦えるなんて二度とないチャンスだ。ベスト16大将戦、お手柔らかに頼むよ。こちらこそよろしくお願いします。じゃあファイトでまた。僕は彼の顔と名前しか知らないのに。よくやるわ。何やってたんだよ、もう始まっちまうぞ。ごめん、ちょっとトラブルで。トラブル？いや、大したことじゃないんだ。さあ、間もなく試合開始時刻です。落ち着いていけよ。ダメージ0対6で完勝、それ以外の結果は認めないから。無茶言うなよ。じゃあ行ってくるよ。ベスト16第一戦もいよいよ大詰め。このファイトを制したチームがベスト8へと進出します。チームトライスリー、キバシオン選手。冷静沈着なファイトが持ち味の彼が今日はどう戦うのか。対するチームディマイズ、東雲翔馬選手。こちらも常にクールな理論派ファイター。似た者同士の対決はどんな結末を迎えるのか。負けるという言葉は捨てた。僕は際の男だ。必ず勝利を掴んで。先行は騎馬選手、後攻は東雲選手に決定。続いては決戦の舞台となるファイトフィールドの選択だ。東雲さん、決めていただけますか。いいのか。先ほどのお詫びというほどのことでもないですけど。じゃあ遠慮なく決めさせてもらおう。光あれ、ユナイテッドサンクチュアリの奈落の神殿。びっくりした。すげえ演出だな。ギアスってこんなこともできんのか。スタンドアップ、ヴァンガード、ひらめきの騎士ミーリウス、川の戒めレージング、
ジェネシスか。私にあれだけ言ったんだから、半端なファイトじゃ許さないわよ。戦巫女、ミヒカリ姫にライフ、レイジングのスキル、移動。定石ならヴァンガードの後ろにコールしてブーストさせるけど、もっと有効なブーストができるカードがデッキにあるのか、それともミヒカリ姫でヴァンガードにアタック。絶剣の騎士リバードにライド、ナイト・オブ・フラグメントをコール、アタック。戦巫女イズナ姫にライド、戦巫女サホ姫をコール、アタック。ガード。ここまでお互いダメージ2、そろそろ大きく局面が動きそうな気配だ。僕の情熱は君の剣と共に。ライド。聖天の騎士アルトマイル、リバードをコール、ナイト・オブ・フラグメントでサホ姫にアタック。ノーガード。アルトマイルでヴァンガードにアタック。僕たちの未来のためにスカイ・ノーブル・スラスト。ガード。ツインドライブ、クリティカルトリガー、効果は全てリバードに。ガード。おいおい、マジかよ。こっちも止められちゃった。騎馬選手の猛攻に対し、東雲選手は完璧な防御を見せつけました。騎馬選手、1ダメージも与えられずにターン終了です。読まれていた僕の攻撃が。仕方がないさ。時間がなかったんだってね、今回。そんなことまで。当然だろ、君だって調べていたはずさ。時間さえあれば。ドロー、解き放て滅びを告げる狼のアギト、ライド、新怪獣フェンリル、ジェネレーションゾーン解放。黄昏の世界に終末の裁きを、ストライドジェネレーション。大天使ルームブレイス、ストライドスキル、ルームブレイスにソウルチャージ、カラスの魔女カモミールをコール、スキル発動。ルームブレイスにソウルチャージ、さらにカモミールをスペリオルコール。これはすごい。リアガードをパワーアップさせつつ、支払ったソウルを再び補充するルームブレイスの能力、さらにソウルから吐き出されたユニットがリアガードとして戻ってきたぞ。使った分のソウルを毎回補充できるなら、息切れなしでスキルが使える。しかもユニットまで戻ってくる。こんなのがターンごとに続いたら。けど騎馬だって。ルームブレイスでアタック。俺みたいな庶民にはわからないけど、大変なんだろうな。あの騎馬一族の御曹司ともなればさ。トリプルドライブ、ダブルクリティカルトリガー、ダメージチェック、ヒールトリガー。言い訳はしません。みんなそれぞれ忙しいのは一緒です。
謙虚だな。だからここまでやってこれたんだろうね。尊敬するよ、心から。サモニールでアタック。ガード！でも不思議だな、騎馬の跡取りでフェンシングの選手、それだけでも大変なのに、どうしてヴァンガードまでやろうと思ったんだい？ヴァンガードは唯一僕が自分の手で掴んだもの、切り開いた世界、特別なんだ。言い訳はしない。僕は僕自身のために必ず勝利を掴んでみせる。ジェネレーションゾーン解放！炎症連撃、無限の未来をこの手に、ストライドジェネレーション。戦火の聖騎士サムエル、スターライトバイオリニストとナイトオブシールドバッシュをスペリオルコール。シールドバッシュとリバードにパワープラス5000。スターライトバイオリニストのスキルでナイトオブツインソードをコール。来た、これぞロイヤルパラディンの真骨頂だ。仲間の危機に騎士たちが一斉に馳せ参じたぞ。よし、これでサムエルのスキルも使える。サムエルでヴァンガードにアタック。リアガード5体以上でスキル発動、ヴァンガードに1ダメージ。全てを取るか、すごいな君は。でもさ、貫け閃光、ブライトライトニングシュート、完全ガード。頼まのかな、そんな中途半端。ナイトオブツインソードでヴァンガードにアタック。ガード、なんとこのターン騎馬選手の怒涛の猛攻をもってしても与えたダメージはわずかにスキルの1ダメージのみ。嘘だろ。でも向こうも手札を使い切ったし、リアガードも足りてない。本当はとっくに気づいているんだろう。君では俺に勝てない。ストライドジェネレーション、大天使ドゥームブレイス、スキル発動。シノノメ選手、またもドゥームブレイスの能力でリアガードをパワーアップ。さらにソウルから吐き出されたはずのユニットたちがまたもスキルで戻ってきたぞ。これが最近のお気に入りでね、大きな大会では使ってるんだ、いつも。情報さえあれば対策もできていたはず。ルームブレイスでヴァンガードに当たる。完全ガード、トリプルドライブ、クリティカルトリガー、効果はカモミールへ。カモミールでヴァンガードに当たる。ガード、カモミールでヴァンガードに当たる。ノーガード、仕方ないさ、忙しかったんだ。準備が足りなかったんだよ今回は。違う、これで5ダメージ。おい、どうしちゃったんだよシオンのやつ。何やってんのよ、こんなの全然あんたらしくないじゃない。しっかりしろ、お前のファイトを取り戻せ。一緒に上まで行くんだろ。進藤クロノ君だっけ。君とチームを組んだことで彼は格段に強くなったな。俺の仲間もあっさり負けてしまった。きっともっと強くなる。ヴァンガードに全てをかけられるからね彼は。は違う、言い訳はしない。僕は
簡単だ。自分の可能性を信じればいい。全てを掴んでみせる。僕はキバシオンだ。ドライドジェネレーション、新星流セイントブロードラゴン、アルトマイルのストライドスキルでギアガード2体のパワープラス5000、ミーリスのスキルでナイトオブツインソードをコール、さらに設計の騎士シジルスをコール。騎馬戦中失ったリアガードをスキルで新たに補充した。セイントブロードラゴンのスキル発動、パワープラス12000、クリティカルプラス1。そうだ、それがお前のファイトだろ、キバ。あっちの手札はトリガーチェックで分かってる。この攻撃はカードできない。負けるという言葉は捨てた。セイントブロードラゴンでヴァンガードにアタック。トリプルドライブ。キバ選手、運命のドライブチェック。1枚でもクリティカルトリガーが出れば逆転勝利だ。お前なら絶対引ける。絶対に出る。ヴァンガードも最後に勝つのは思いが強い方だろ。出してみせる。トリガー出ません。ああ、2枚目もです。さあ、運命の3枚目。トリガーマークはありません。ライトバイオリニストでアタック。ガード。ナイトオブツインソードでアタック。ガード。そんな。ラストターンを君に。残念だな。この程度だったんだな。君のヴァンガードは。勝負あった。勝者、東雲翔馬選手。ファイトカウント2対1、ベスト16第一戦を制したのはチームディバイズだ。全て僕の責任だ。すまなかった。やめてよ。そもそも最初に負けたのは私だし。誰の責任とかじゃねえ、俺たちはチームだろ。おい、キバ、どこ行くんだよ。ったく。ファイトにはその人間の全てが現れる。目の前にあるその結果がお前たちの今のすべてだ。よくやるわ。お気に入りのシャツだったんでしょ、それ。そこまでするような相手だったの。雨かける鳥をカゴで飼うためにはどうすればいいと思う。翼を折るのさ。また会える日が楽しみだな。ベスト8進出など当然。我がユナイテッドサンクチュアリの名を背負って戦いに臨んだ以上、一戦たりとも敗北は許されん。ギアクロニクル。なるほどな。こやつだけは勝ったか。未来を切り開きし者、
世界を変革せし伝説。力あるものならば、いずれ我が前に立とう。その時は。フーロナ！カムイさん、今までどこ行ってたんすか？悪い、ちょっと野暮用があって。お前らの試合最後だけ見てたんだけどよ。その、終わらせないっすよ。終わらせるもんか。このままじゃ絶対に。くそ、負けちまった。残念だったな。けどチームディマイズって言ったっけ。正直あいつらレベルが違ったよ。確かに、特に安城と木場の相手はすごかった。ただ俺たちもこのまま終わるつもりはないっす。いいぞ、その意気だ。ただトコハちゃんとシオンはちょっと心配だな。ええ、あいつらには世話になったし、なんとかしないと。明日に輝くニューパワー、俺たちトリニティドラゴン。トコハちゃん、俺たちはずっと見てたぜ。少林の情熱、そう、諦めない心。それそれ、あなたは誰よりも輝いていました。涙は君に似合わない。別に泣いてないし。泣き顔なんかぶっ飛ばせ。こんな時こそチームの結束です。おい、さあさあ、エンジンを組んで。あら、あら、一人足りない。シオンはファイト前には一人で集中したいんだってさ。せめて相手のファイトスタイルだけでも分かれば。付け焼き刃だな。時間があれば有力選手のチェックぐらいできていたはず。試合開始時刻10分前です。ファイターは指定会場へ戻ってください。どんな相手でも勝つ、それだけだ。すいません。すみません、本当に。クリーニング代お支払いします。いいさ、安物だ。でもこれからはもう少し前をよく見て歩きなよ。はい。冗談だよ。ファイトのことを考えてたんだろ、キバシオン君。気づいてたんですか。それはお互い様だろ。試合の前って緊張するよな。君みたいに小さい頃からフェンシングなんかやっててもやっぱりそう。バンガードとフェンシングの両立なんて大変だな。俺なんかバンガードだけで手一杯だからさ。いえ、しかも強い。特に青天の騎士アルトマイル、あれはいいな。仲間と共にパワーアップして突き進む、まさに君の分身って感じだ。騎馬一族の御曹司と戦えるなんて二度とないチャンスだ。ベスト16大将戦、お手柔らかに頼むよ。こちらこそよろしくお願いします。じゃあファイトでまた。僕は彼の顔と名前しか知らないのに。よくやるわ。何やってたんだよ。もう始まっちまうぞ。ごめん、ちょっとトラブルで。トラブル？いや、大したことじゃないんだ。さあ、間もなく試合開始時刻です。落ち着いていけよ。ダメージ0対6で完勝。それ以外の結果は認めないから。無茶言うなよ。じゃあ行ってくるよ。ベスト16第1戦もいよいよ大詰め。このファイトを制したチームが
ベスト8へと進出します。チームトライスリー、キバシオン選手、冷静沈着なファイトが持ち味の彼が今日はどう戦うのか。対するチームディマイズ、東雲翔馬選手、こちらも常にクールな理論派ファイター。似た者同士の対決はどんな結末を迎えるのか。負けるという言葉を捨てた。僕は際の男だ。必ず勝利を掴んで。先攻は騎馬選手、後攻は東雲選手に決定。続いては決戦の舞台となるファイトフィールドの選択だ。東雲さん、決めていただけますか。いいのか。先ほどのお詫びというほどのことでもないですけど。じゃあ遠慮なく決めさせてもらおう。光ある。ユナイテッドサンクチュアリの奈落の神殿。びっくりした。すげえ演出だな。ギアスってこんなこともできんのか。スタンドアップ、ヴァンガード、ひらめきの騎士ミーリウス、パワーの戒めレイジング。ジェネシスか。私にあれだけ言ったんだから、半端なファイトじゃ許さないわよ。戦巫女ミヒカリ姫にライフ、レイジングのスキル移動。定石ならヴァンガードの後ろにコールしてブーストさせるけど、もっと有効なブーストができるカードがデッキにあるのか。それともミヒカリ姫でヴァンガードにアタック。絶剣の騎士リバードにライド、ナイト・オブ・フラグメントをコール、アタック。戦巫女イズナ姫にライド、戦巫女サホ姫をコール、アタック。ガード。ここまでお互いダメージ2。そろそろ大きく局面の動きそうな気配だ。僕の情熱は君の剣と共に。ライド、聖天の騎士アルトマイル、リバードをコール、ナイトオブフラグメントでサホ姫にアタック。ノーガード、アルトマイルでヴァンガードにアタック。僕たちの未来のためにスカイノーブルスラスト。ガード、ツインドライブ、クリティカルトリガー、効果は全てリバードに。ガード。おいおい、マジかよ。こっちも止められちゃった。騎馬選手の猛攻に対し、東雲選手は完璧な防御を見せつけました。騎馬選手、1ダメージも与えられずにターン終了です。読まれていた僕の攻撃が。仕方がないさ。時間がなかったんだってね、今回。そんなことまで。当然だろ、君だって調べていたはずさ。時間さえあれば、ドロー、解き放て、滅びを告げる狼のアギト、ライド、深海獣フェンリル、ジェネレーションゾーン解放。黄昏の世界に終末の裁きを、ストライドジェネレーション。大天使ルームブレイス
ストライドスキル、ルームブレイクにソウルチャージ、カラスの魔女カモミールをコール、スキル発動。ルームブレイクにソウルチャージ、さらにカモミールをスペリオルコール。これはすごい。リアガードをパワーアップさせつつ、支払ったソウルを再び補充するドゥームブレイスの能力。さらにソウルから吐き出されたユニットがリアガードとして戻ってきたぞ。使った分のソウルを毎回補充できるなら、息切れなしでスキルが使える。しかもユニットまで戻ってくる。こんなのがターンごとに続いたら。けど際立ってルームブレイスでアタック。俺みたいな庶民にはわからないけど、大変なんだろうな。あの騎馬一族の御曹司ともなればさ。トリプルドライブ、ダブルクリティカルトリガー、ダメージチェック、ヒールトリガー。言い訳はしません。みんなそれぞれ忙しいのは一緒です。謙虚だな。だからここまでやってこれたんだろうね。尊敬するよ、心から。カモミールでアタック、ガード。でも不思議だな、騎馬の跡取りでフェンシングの選手、それだけでも大変なのに、どうしてヴァンガードまでやろうと思ったんだい？ヴァンガードは唯一僕が自分の手で掴んだもの、切り開いた世界、特別なんだ。言い訳はしない。僕は僕自身のために必ず勝利を掴んでみせる。ジェネレーションゾーン解放。天照連撃、無限の未来をこの手に。ストライドジェネレーション。天下の聖騎士サムエル、スターライトバイオリニストとナイトオブシールドバッシュをスペリオルコール。シールドバッシュとリバードにパワープラス5000。スターライトバイオリニストのスキルでナイトオブツインソードをコール。